えないよね普通。歌える曲なんですか。一人で歌えないよねこの曲って。でもかっこいい、曲は好きです。歌詞好き、強気な女って感じで。パチパチ、ちょっとこっち聞きながら行こう。無理だよね。キャーってでアカペラで。あ、待って。始まっちゃった。すぐ始まっちゃう。ひーちゃんたまに歌ってる。すごい。薄いフィルターで守るプレシャスフォー、悪魔たちが剥がし空に飛んだ。私は私それなのに誰かが指さして私を笑った。涙が止まって天使はどうかいた。それかパテチータか。聞こえてる？もういらないけど適当に話すのをやめた。嘘ついて笑うのもやめた。偽りの僕よりも多分本当の私が強い。顔色うかがい、もうやだよバイバイ。好きだったなんて目は死んでできないふりはダサいでしょわ。聡明な女それで進めて、ずる賢いとかさもういいよって。私は私それでいい、騙してないけれど強気でごめんね。私のことを守ってあげたいの。誰にも守れない。私だけだから大人あって相づちばっかで、それでいいのずっと思ってた。それでもいっその方が楽って、働いてわかる生き方、自分で買ったの。憧れパーク、何が悪いの。ジュエリーまとって一人さっそうと歩く。抜け出して気づく快感がある。それぞれ生きたって消費されて。天使は綺麗そうだけど何も残んないって、そんなの嫌でしょ。手は引かないよ、こっちで待ってる。真っ白な白羽ひらりふってきたの。その辺で見てるだけならその羽真っ黒に染めるのはどう。かっこいい。悲しみ溺れる天使、涙に溺れる天使、薄いフィルターで守るプレシャスを悪魔たちが剥がし空に飛んだ。私は私それなのに誰かが指さして私を笑った。君にも潜む天使は正義か、それとも悪か。天使はどうかいた。それかパテチータか。叫べ I'm me。 以上です。いや、かっこいい、いい歌どうでしたか。私には曲は聞こえてましたけど、アカペラ、アカペラバージョン。これ聞いてたらできるんだけどな。うんうん、
通報もありがとう。めっちゃいいよね。いい、こういう曲が欲しいです。私もできてた歌えてましたか。なんか声がさ、可愛い可愛い人とさ、そのかっこいいとのギャップが良いよね。マカロンに染めるのはどうって感じないよ、本当にギャップが好き。いいいい、めっちゃむずいね。ウィミー様の曲めっちゃむずい。メランコリー、メランコリーチョコメラ、チョコメラもめっちゃむずいと思ったし。わかる。うまいよね、みんな歌うまい。ジョイさんもみんな歌うまい。うまいけんこんなむずいんやろね、みんなが歌がうまいけん曲がむずいよこりゃ。でもこれは頭から離れなくなる感じの曲。薄いフィルターでまた嬉しすごく空に飛んだ私、私それなのに誰かが指さして私を笑った。涙が止まって天使はどうかいた。パン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 、なんかちかっこいい。ひーちゃん、ママキン、おぎはな、かわいい。あー、なるほどなるほど、わかるわかる。ここは誰なんですか。めっちゃかわいい。かーでんでんでん、もうやだよバイバイって言ってるめっちゃかわいい。初訪問ありがとう。そういう歌い方になっちゃういっぱいこれ聞いて歌えるようになりたいと思ってた。こういう歌い方になっちゃう。トゥルルトゥ、顔色うかがい、う顔色うかがい、ちゃんちゃんちゃん、もうやだよバイバイ。かわいい。ドゥ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 。やっと私の歌える曲レパートリーが潤ってきました全然なかったからな。こんばんは、初訪問ありがとうございます。うん、ももじさん久しぶりだね。はにおれさん、ハートありがとう。おぎはなさんか、かわいい。ドゥルドゥン、どうもありがとう。かわいい。ドゥルドゥルルドゥ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 ル。超絶ヒロイン、PIC も入ってるんだよね。みんなが勧めてくれた。PIC サマーチョコレート
歌えるようになりたいな。あれは絶対に、まあこの天使はどこへもそうやけど、絶対に STU に回ってこないような曲。ピュアピュアドロリーベイビーキャッチミーダーリン、ワンツー、こんばんは。今練習中の曲、今練習中の曲、うん、なんか今日大空弁当とこの天使はどこへをいっぱい聞いてたんですよいっぱい聞いて歌詞見て歌えるようにしようと思ったんだけど、ちょっと難しかったです難しすぎ、歌が難しい。サマチョコも難しいんだ、ピャンすごいね、可愛いと思わせ、難しいんだ。はや、今の曲も入ってる。もう思わせぶりっ子、今の曲ですよね。サンマーチョコレート、初訪問ありがとうございます、こんばんは。あと30回ずつぐらい聞いたら歌えてます、この曲。もういけると思ったけど、自分一人になると無理でした。この歌も前歌ってたけど、歌えるか。これも好き。
懐かしい好きだった曲です。ハートありがとう。この曲もなんか意味深、どうせ彼女がいるんでしょう、壊れかけた私、記憶の記憶のどこかで愛してじゃん。意味深曲だよね。パチパチありがとうございます。いい曲、いい曲っていうか、なんか普通の恋って感じじゃないひねくれた恋って感じそう、なんかえみたいな、ひねくれた恋って感じの曲が好きなのかもしれない。ドロドロドロキュン、ドロキュンな感じ。記憶のどこかで愛して。ちくちゃ。いや。打ち上げマジで聞きたい、本当。なんかさ、怖いんだよねでも。うん、怖いんだよね。初訪問ありがとう。それさ、何でも OK って言いながらさ、何でも OK 歌いたい曲はあるけどさね、どうだ、みんなは乗れるのか。怖いんだよね。こんばんは。
テレレテ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 レスペイベのさ、スペイベのランダムSTU のランダムスペイベの時だからさ、誰を見れるか分かんないやつで、アイサもアイサのファンの方だけじゃない中でやるっていうスペイベの1曲目にいらないツインテール持ってきたんですよ、アイサがイコラブさんのね。そう、めっちゃ好きというか、そういう感じで行きたかったけん。ドゥ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 。いらないこんなツインテール。本気出せ枯れるまでっていう感じで行きたかったけん。いらないツインテール一曲目にしたらポカーンってなってた。いや、そうですよね。ってなってた。おいおいって感じの曲なんですけど、ポカーンって感じ。いや、まあそうなるかって感じ。ハートありがとう。そう、アイスだけなんか盛り上がってた。アイスだけ盛り上がってたんですよ、1曲目。ちょっとマニアックすぎたかな。いや、でも結構いらないツインテール有名ですよね。鈴木ありがとう。2曲目ぐらい、何曲目か分からんけど、2曲ぐらい多分違うイコラブさんかどっかから持ってきて、3曲目ぐらいから AKB さん48グループのハートエレキとかやったよね。そっからやっと盛り上がった。ラビニュー、愛しすぎて胸が息苦しい。からやっと盛り上がったんですけど、ポカン状態になってた。あれだよ、手前で。そりゃそうだよね、いらないツインテール来たらぶち上げだよね。ぶち上げ。増問ありがとう。こんばんは。フォローしました、ありがとう。からハロプロ系もさ、いいけど、ハロプロ系のなんか今の曲というかね、最近の曲だったらポカーンって感じになりそう。その誰もが知ってる曲とかだったらウォーってなるかもだけど、チャキンピョンチャキンピョンチャキンピョンにしようかな。トゥルルルトゥルルルトゥルルピョン、チンキンピョン、パッパッパッパ踊ろう騒ごう、パッパッパッパチンキンピョンでピョン。ハートありがとうございます。
夏マトペね、夏マトペでも聞いたことあるぐらい夏マトペ歌いにゃいや。凍りついた心には太陽そしてたなんとかなんとかなんかなんかやばい、サイレントファンだけど歌えないや。主題歌ドゥルルルルン。パパパパおろろ騒ごうパパパパドゥドゥドゥリキュン。ハロプロの曲も難しいよね。後藤真希様のソロ曲とか、あやや様のソロ曲とか難しくね、難しすぎなんだよ。アロハアロハ、お団子ありがとうございます。そろそろこっちに戻そうかな。タブレットに戻します。リアルタイムで見たことあります。どういうこと？リアルタイム？どうもありがとうございます。全然汚れてないですよ。大丈夫です。これで料理したけど、アンリサ誰？こっち本つけてる。パー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 それが流れてる。じゃんけんぴょんでぴょん。ギフトありがとうございます。アンミカさんめっちゃ好きなんやけど、アンミカさん会ってみたい。好きなんやけど、
白200色あんねん。知っとる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 よ、言ってた。ゾウモンありがとう。なんかちゃんとなんだろう、アドバイスというかどんな質問、恋愛のやつもそうやけど、別に恋愛のことじゃなくてもさ、ちゃんとなるほどっていうなる意見が返ってくるの。なるほどみたいな。そう、どんな質問に対してもいつもトークイーンズとか、トークイーンズよく見てますけど、私なるほどですで、ね、ゲストの聞いた人がなるような回答がちゃんと返ってくるんですよ。スーパー人生経験豊富スーパー姉さんですね。初訪問ありがとう。まあ私の人生相談というか、何だっけ、私のオンラインお話し会でやるお悩み相談会、11月23お悩み相談の日もアンミカさんばりの解決力を見せお見せするので、ぜひキャリア、勤労感謝の日ということで、お仕事のことだったり、まあお仕事のことだったり悩みある人は聞きますので、アンミカさんばりの回答をお見せしようじゃないか。ぜひ11月23日1、2時間目お待ちしてます。カカさん、初見なので皆さんが思うミネウシさんの魅力を教えてください、だそうです。可愛い以外で、それな、確かにみんなに聞かれてるよ。幕張ツーショットおしゃべり会行くよ。ありがとう、ツッキー。待ってます。幕張でツーショット撮ってお話ししましょう。アンリサ姉さん悩み相談室、そうだよ、11月23年初日は11月4、ぜひぜひ。うん、初訪問ありがとうございます。右上のハートを押してルームフォローをよろしくお願いします。よろしくお願いします。心が広い、心が広いしか来ないよ心が広いぐらいしかないかもしれない、私の魅力ってつらい。こんばんは。まあ心が広いって言うてもあれですからね、そのみんなが単押ししかダメっていうあれもわかるわかりますよ、単押ししか無理っていうのもわかる、わかんのよ。でも私は STU はね、可愛い子ばっかりだから別に単押しじゃなくてもいいよってしているだけであってしているだけであって、そりゃミニウシさん推しの方が嬉しいに決まってるし、あの2人以上推してるっていう人もアリサにいっぱい会いに来たよって言ってくれる人の方が私だって好きですよ。心が広いって言ってもそりゃそうって感じそりゃそう、いっぱい来てくれる人の方が好きやし、覚えるし、すぐ覚えるしって感じなので、
よろしくお願いします。フォローさせていただきます。よかったありがとうございます。インテクト大阪行く、おお嬉しい、ステッチ待ってます、楽しみ待ってます。似顔絵の日、似顔絵の日対応に買ってくれたら何枚も描けますね。何枚もいっぱい来てくれたら何枚もプレゼントできます。12月16お待ちしておりますお待ちしております。リリー大歓迎は大歓迎ではないが大歓迎かは聞かれたらちょっと分からんけど、 DD の方でも大丈夫です、別に大丈夫ですが、私にもちゃんとね会いに来てほしいなという、それだけですそれだけです。ただ押してるだけで、アイサ以外のメンバーは会いに行くのに、アイサには会いに来ないっていうのはそれは違いますけどね。会いに来てくれるんだったら大歓迎ですね。手落ちるなくすいません、全然、私にも会いに来てください、待ってます。一番多いやでね、やそです、ありがとうございます、それは感謝、大感謝。まあやすゆさんにとって多すぎやけど、推しが多すぎやけど、まあ一番多いと言ってくれてるからね、大感謝ですよ。ギフトありがとう。だるま、ありがとう。メンバーほぼ会ってないけど誰おすすめ、マキさんがついにアイちゃん以外のメンバーにも行くの、どういうことどういうこと、坂達やん、なんだっけ、鈴木、ありがとうございます。ショッキング、ショッキング倒しだったマキさんが違う人行こうとしてる、と流れてる、いい曲。大空ビュンと飛んだ日、今でも覚えてる。ルル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 こんばんは。
番おすすめは、あれ、一番おすすめは幕張の2時間目です。幕張の2時間目、通称ここが一番おすすめです。よろしくお願いします。完売目指しましょう。それじゃなかったらというか幕張に行けない地方の皆さんはオンラインに参加してほしいので、11月4日と11月の23日、この2日間がおすすめです。とりあえずね、1、2時間目、1時間目と2時間目があります。初日、初日は絶対来てほしいし、11月23日はお悩み相談を受けるっていう日にしてるので、お待ちしてます。あとは似顔絵プレゼントの日だったり、新年明けまして一発目の日だったり、2月はあ、ここもおすすめですね。全然全然おすすめでした。朝配信風のあいさちゃん、ナチュラルな感じが好きな人はここ、シンプルな感じで、2月4日は歌います企画だったり、ギャルコーデの日だったり、ここアリサのモノマネをやってもらう日だったりで、あっという間に最終日って感じになります。なのでね、どこもおすすめです、ほんと。はい、どこもおすすめ。とりあえず激推しはここにしてるけど3月までね、私と会える予定をもう入れといてください。よろしくお願いします。いつ話せなくなるか分かりませんし、押せる時に押せということでね、みんな後悔のないように会いに来てください。別に意味はないです全然意味はないんですけど、このシングル頑張らねば思ってますので、はい、初訪問ありがとう。そう、全部1、2時間目、そうですね、全部1時間目と2時間目となっております。この部数が減ったのも悲しいしね、とりあえずとりあえず部数が減ったっていうのも悲しいんですけど、まあいい方に思ったら、全完売出せやすくなったんじゃないですかね。2時間ずつなので全完売を目指しやすいんじゃないかと思いますので、はい、選抜に入るために頑張ったあのヘタレたちよのシングルの時みたいに、皆さんの団結力を見たいなと思います。またぜひ会いに来てください。こんばんは、こんな感じです。朝配信風はレアですね。1月14日、そこだったらもうギャップのために2日間がおすすめです。明けましておめでとうございますの挨拶、1月13日はちゃんとね、ちゃんとというか準備してるので、その次の日にナチュラルな感じでギャップで行くよっていう感じなんでね、ここ気になってる方は2日間来てくれるのがおすすめとなってます。ぜひ、こんばんは。日付
き早いものからありがとうございます。毎回毎回ね、再販があるかどうかもわからないのでね、この買える時にぜひ皆さんお願いします。まだ11月しか取らないってなってたらね、もう再販もしなくてね、1月分とか買えなかったら大変なのでねないかもしれないっていう感じで、あったらラッキーぐらいで思って、ぜひ会いに来てください。追加のご検討お願いします。いい、フォーマル挨拶と素の挨拶、そう100% キメキメ挨拶と 20% ぐらい髪の毛ストレートアイロンにしたよぐらいのナチュラルアイサとの2日間のギャップですね。ジージーハートありがとう。2023、あ、年内のね、ありがとうございます。そうね、年内のもの、12月サンタの12月分ぐらいまではみんなもういっぱいゲットしておいたよーぐらいのあれであってほしいです。この再販中よろしくお願いします。第5次再販まであるので年内まではもうバッチリだよーぐらいだったら嬉しいです。よろしくお願いします。フォローしました、ありがとう。どんぐらいで完売になるのかも分かりませんので、出てないよね、分かりませんので、みんながちょっとずついっぱい会いに来てくれたらチリツモでね完売になれると思うのでお願いします。複数枠申し込んでないさだけ、おお、ありがとう。安部さん今回もよろしくです。カニフミヨさんフォローしました、ありがとう。あとは拡散の協力をしてくれたらとても嬉しいです。拡散の協力が必要になってきますので私のお話し会宣伝ポストにコメントと引用リツイートなどなどよろしくお願いします。よろしくお願いします。普段ツイッターコメントしない方もね、お話し会宣伝系だけはお願いしますって感じですお願いします。って感じでうん、通報門の方もありがとう。 ST48 の峰吉ありさです、ルームフォローお願いします。今後の再販でお願いします、後半の部ありがとうございます。
パワー。とりあえずはそんな感じですかね。そのような感じですかね。あ、でもコメントしてくれてちょっと増えております。10枚目ポスト、10枚目ポストのところコメント欄ちょっと増えました。ありがとうございます。うん、くさん頑張りたいです。よろしくお願いします。こんばんは。トゥルルルルインスタ勉強してください。使いこなせるようになってください。あ、そうだ。こっちのね、めちゃくちゃメタンコ分かりやすいサイトを作ってくれたので、こっちも載せたいと思っております。そうだった、こっちも載せないと。これも載せます、この再販中に。ぜひ皆さん拡散よろしくです。ねえ、マジ天才的すぎる。どうやってやったんだろうどうやってやったんだろう。これを拡散、これをツイート、これも、うん、これもツイートします。拡散よろしくです。訪問ありがとう。テリリテリテリン。こんばんは。ではそろそろランキングを読みます。今日10時から。ドラマ始まるよねもう早い。10月からじゃなくて今日から始まるやつがあるんですよ。録画予約したけど、もうリアルタイムで見よっかな。ではランキングを読みます。13位ひとりごとさん、12位なんとかなるぞうさん、11位キュンですおじさん、10位鉄に、9位たかさん、8位効果は抜群だ、7位アッキー、6位せいがくん、5位そうちゃん、4位タイムファイヤー、3位塩こうじ、3位やすべさん、1位はドルルンまさぴょん、ありがとう、ありがとうございます。では明日も頑張りましょう。
そう、パリピなんとかなんとかのやつ10時からなった気がする。今日の見よう、面白そう。アニメあるんや。ミニャイと初訪問の方もありがとう、ありがとうございます。明日も頑張りましょう。明日も頑張ろうもん。ではそろそろ終わります。おやすみだよし、また明日。バイチャラポーイ。みんなアニメ見てんだ。へえ。ドラマからやけど。見よう。バイバーイ。